でですね、前回の僕のカナーに対する発言を受けまして本人から連絡があり、私がいる前でも同じこと言えるんですかっていう電話がですね、あの日の夜あったんですよ。で、まあそういうわけで来てるんですけども、すいません、お願いします。田尻さんの記者会見の発言なんですけど、どういう意図でおっしゃったのか直接お聞きしたいと思いまして。最近なんかこうちょっと元気がないんじゃないかなってことを言いました。元気がないとかそういうだけじゃないですよね。他にもおっしゃってました。賞味期限切れってやつですか。今までスマッシュで今年注目されたのは誰のおかげだと思ってますか。大丈夫、大丈夫。悪いことじゃないと思うよ、この戦う前に、僕はね、怖かった。ガラス割れなくてよかったの。これはあれです、皆さん記事にしたらすごい短い文章になっちゃうんですか。なんか小説みたいに書くんですか。なんか質問ないですか。怖かった。ちょっとサムライニュースさんで流せるような映像じゃないんじゃないか。怖かった、本当に。なんか質問ないですか。固まっちゃったんですね、もう。質問ないですか。助けてください。ある意味元気でしたね。そう、ある意味元気ですよね。はい。ああ、じゃあ賞味期限切れって言葉とりあえず半分でっかい僕これ聞いたらまた言い返り来るだろうな、こんなこと言ったら。ああ、怖かった、本当に。俺ね、女の人にああいう風に切れられたことって今まで一度もないですよ。男に迫られるのって違う怖さがあるなぁ、思って。怖かった。
半分撤回ということはまだ半分ですか。まあ、僕ね、初めてあの子と会った時って、カナと会った時って、なんか本当にね、いつああいうことを押し出してもおかしくないような緊張感があの子にあったような気がするんですよ、僕、うん、ちょっと最近なんかね、すごくいいお姉ちゃんになってきちゃったなって感じがしててですね、ああいう発言をしたんで、ね、さっきそっちに逃げたら行き止まりになってたから慌ててこっちだったと思う。なんかご質問ございませんか。この眼鏡どうしましょう。あ、ちょっと当日以外では僕が。この眼鏡覚えておいてくださいな。何かないですか、大丈夫ですか。一応前回の発言では、まあ、試合の内容云々では、はい、参戦を見合わせるようなことをおっしゃってたんですけど、はいはい、その考えもまだ変わりはないっていう。僕参戦を見合わせるとまでは僕の口から実は言ってないんですよ、実は。うん、まあ、今後ちょっといろいろ考えるっていっただけなんですけど、それがまあ課題解釈されまして、まあけど、まあ、そう解釈されても仕方ない発言してね、僕ね、うん、っていうかもうこれむしろもう向こうから「てめえんとこなんか農産休じゃない」って言われそうな雰囲気になっちゃいましたね。まあ、ですけど、あれなんですね、この日、まあ、当然もう決まってるから、カナとは戦う、そして来年のカナプロとかですね、あと実はこれの前日に、ちょっと新宿で僕とカナとシュリとジェシカでイベントがあったんですけど、ちょっとこれも時間差にするとか、やっぱ仕事、もう決まっちゃった話なんで、ちょっとそこはいくらね、こういうことになろうとも、ちょっとお店の方に迷惑かかっちゃうから、もう時間差にするとか、なんとか、それしなきゃいけないな、これ、ちょっといろいろ考えなきゃいけなくなってきちゃったな。でまあ、カナプロも決まってる以上ね、もうそれでチケット売ってるから出ないわけにもいかないだろうし、じゃどういう感じで終わるのか分かんないんですけど、うん、ちょっとまたいろいろ年明けから、ね、年末年始がめんどくさくなりそうな感じで、ちなみにそのイベントって何日？23日木曜日の19時からでしたっけ。19時から歌舞伎町一番街のですね、ひらがなでカスうどんフード、フードって風と土ですね、っていうお店で入場無料です。誰でも来れます。で自分の飲み食いしただけ払えばいいっていうですね、そう夢のようなイベントでございます。ああいうなんか女の子になんかああやってなんかこの原因は俺が作ったんだって思うとちょっとショックですね。なんか。こういう経験ないんで今まで、いや女の子にぶち切られるっていうのはちょっとこう精神的にダメージがこうあるな、なんか嫌な気持ちだな、うん、だけど、まあそういう感じですね。なんかご質問は他にございませんか。それではだけどこれで心を癒します。